アチェケはコートジボワールの料理でキャッサバから作られる副菜である。すりつぶして発酵したキャッサバの芋が材料である。乾燥させたアチェケも存在し、それはクスクスと同じような性質である。コートジボワール南部を発祥とした庶民に普及している伝統的な料理であり、コートジボワールはもちろんの言葉なんでもよく知られている。コートジボワールでは アッチェケはよくケジェヌの付け合わせとして添えられる。通常は、アッチェケは調理した後、24時間以内に食さなければ、ならない。この痛みやすさは、この料理が、農村から都市部へ流通させる上で、若干の問題を発生させていた。アッチェケの計り売りコートジボワールの食文化において、アッチェケとは、マニオクをベースにした、伝統料理の一つである。アッチェケ。 アジェケアタイクという言葉は、コートジボワール南部で話されている、エブリエ語のアジェケ、アジェックという言葉から添加したものである。もともと、アジェケと同じ作り方の料理が、エブリエ人の女性により、家庭内で消費する量だけ作られていた。家の外で売るためには作られていなかった。結果的にエブリエ人の主婦たちは、家で食べるものとの違いをはっきりさせるために、アジェケが、 売り物の商品であると見ました。アジェケをアチェケアチャクと呼び習わし、広げたのはバンバラ人の二運び人足たちだった。コートジボワールを植民地支配したフランス人の入植者たちは、おそらくは書いた際の見栄えを気にしてアタイクと綴った。しかし、街中では戯れにしばしば冒頭の絵を落として知恵ケないし、チェケと発音した。 コートジボワール南部のププルラグネールの名物料理、アチェケは村の女性たちがこれを作るために集まって共同して調理するのが昔ながらの作り方である。アチェケの消費量はおびただしいものがあるので製造するための工場が建設された。1979年にソシエテイボワリエンヌドテクノロジトロピカルイボワール女性熱帯技術協会が創設された。創設当初協会長は 生まれであった。創設の目的は、アチェケ生産にかかる作業を簡易にすることにあったが、とりわけ生産の近代化をすることにより、品質の良いアチェケを製造し利潤を最大化することであった。アチェケはコートジボワールにおけるヒット商品になっただけでなく、脱水乾燥させた形態でヨーロッパにも輸出された。また、他の西アフリカ諸国にもマルパンの形で輸出された。 アビジャンのアチェケ売り庶民により値段が付けられる料理の添え物であることが常であるため少なくともコートジボワールにおいては満腹になるまで食べても安いという印象がある。アチェケは近年コートジボワール製のものを中心として西アフリカ諸国経済共同体に属する国々からフランス、ベルギーなどのヨーロッパへよく輸出される食料品となった。 このコートジボワール料理は高く評価され、相応な価格で取引されている。ヨーロッパにおいては、脱水乾燥させたり冷凍させたり、あるいは生のままの形で流通し、おおむね5 0 0ムずつ袋に詰めて売られている。輸出するため、アチェケには国際スタンダードに相適切な値段が付けられなければ、ならないという声が高まっている。2ユーロで取引される。 大スキューブ状の塊が 1200CFA フランになる。これはコートジボアールにおける同量のアチェケの取引価格の約10倍である。プラカリ以下に示すように時代が下るにつれてアチェケのバリアントが何種類も開発された。クスクス状のアチェケ側を剥いてすりつぶしたキャッサバを以前に発酵させておいた少量のキャッサバと混ぜてペースト状にし、1。 二日間置いておき発酵させる。発酵が完了したら、澱粉の中に含まれる毒素を取り除き、乾燥させる。最終的には蒸気を当てることで完成する。発酵種の呼び名は民族によって異なり、エブリエでは、マングナンマングナン、アジュクルでは、リジルリッチルー、アラジャンでは、ベデフォンビデファンと呼ぶ。ガルバに添えられたアチェケソースをかけて、肉か、魚と一緒に、手で、 小さな団子にしてから食べるのが昔ながらのアチェケの食べ方である。コートジボワール南部では、ナスをベースにしたソースか、パーム油を使った赤いソースがよく、ソースとして用いられる。アチェケを夕食や間食として食べるときは、卵を伴い、オムレツにしても良い。この食事には大抵、みじん切りにした玉ねぎとトマトを混ぜて、スパイスと酢で香り付けしたものが添えられる。 アチェケにはアボカドなどの果物や、炒めた落花生の実が添えられることもある。アチェケには眠気を模様させるとよく言われる。この原因は、満腹になるからだという人もいれば、澱粉質をたくさん摂ることになるからだという人もいる。アチェケには炭水化物が95%以上含まれ、脂質は2%前後と非常に少ない。タンパク質は2%未満である。 カロリーの値はわずかで1 0 0ムあたり約3 5 0カロリーである。ありがとうございます。